すごかったですね。超頭脳戦を見てるような。いやもう大好物です。あの封筒早く開けてくれってずっと思ってました。ちょっと完璧すぎて。松丸亮吾ザ・バットマンに挑む。すごかったですね。全然読めなかったです。全然勝てなかった。もう悔しい。いやバットマンがすごく冷静でクールでリドラーの一手先を読む。でもバットマンが追いついた頃にはリドラーがまた次の一手を考えててみたいな。もうカーチェイスもすごいし迫力がすごかったんですけど、でもそんなアクションでちゃんと楽しませてもらいながら行われてることは超頭脳戦っていう。でそれがちょっとずつこう分かっていく感じが本当に謎解きしてるみたいで楽しかったです。いやもう大好物です。あの封筒早く開けてくれってずっと思ってました。なんかたまにこうトゥーザバットマンって書いてある封筒なかなか開かないシーンとかあって、うわ開けてくれよと思いながら謎僕も解きたいよって思いながら見てました。もうそれぐらい次が気になる。こうストーリーがめちゃくちゃ重厚なのにそこに自然に繰り出される謎解きで、謎解きである意味もちゃんとある。完璧すぎて。完全なヒーローじゃなくてちょっとずつこうヒーローとして完成していくところが描かれてるじゃないですか。人間的な部分もいっぱい出てくるんですよね。こう鋼の心を持った完全無欠なヒーローではなくて、ちょっとずつ捨てるものがあったり守るべきものが生まれたり、ヒーローが仕上がっていくというか、なんかこう感情移入しながらすごく見ちゃいましたね。いろんな辛い思いをしてバットマンが出来上がっていくんだなっていう感じがしました。だから作品の中で謎解きがこうおまけ要素ではなくてしっかりと溶け込んでいて、それのおかげでバットマンを応援したくなる気持ちも出てくるし、リドラーの脅威さもよくわかるしっていう。だからリドラーが作ってる謎なんだなってことがすごくわかりやすかったですね。リドラーが出す謎解きがあることでいろんな事件が起こり、いろんなことが明らかになっていく。だから映画全体でどんな謎が解かれていくんだろうっていう楽しみ方が一番面白いと思います。本当の敵ってなんだみたいな感じですかね。ぜひこの答えは皆さん自身で映画を見て考えていただきたいなと思います。ジョーカーの衝撃は序章に過ぎなかった。この謎が解けるか。 Let's play a game, just me and you. 最強の知能犯に狙われる一人の男、彼の本性とは。 Who are you under there? 全ての謎が解けた時、世界の嘘が暴かれる。 I've been trying to reach you. The Batman